竹野明林は日本のプロバスケットボール選手である。福岡県福岡市南区出身。ポジションはポイントガード。2007年に BJ リーグのライジング福岡に入団し、プロ選手となる。2009年より新潟アルビレックス BB に移った後福岡に戻り、2014から15シーズンより秋田ノーザンハピネッツ所属。2016年より 西宮ストークスに所属し、翌年に現役を引退。現在は、大阪エベッサで、アシスタントコーチを務める。2008から09シーズンと2010から11シーズンの2度、スリーポイントシュート成功率1位のタイトルを獲得。また2008から09シーズンと2009から10シーズンの2度、フリースロー成功率3位を記録した。 福岡市立大池小学校で10歳の時にバスケットボールを始める。その後、沢楽に移り住み、福岡市立百道中学校から福岡大大堀高校に進み、3年時の2003年には首相としてインターハイウィンターカップ準優勝に導いた。高校卒業後は大東文化大学に進学。小学校時代からのライバルであったチームメイトの安倍。 友かずらと共に、4年次で、関東学生トーナメント初優勝、インカレ3位となった。2007から08シーズン途中の2008年に、ライジング福岡とアーリーチャレンジで契約を結び、20試合に出場。シーズン終了後、ドラフト全体5位で、新潟アルビレックス BB に入団した。2008から09シーズンは、 レギュラーシーズン52試合とカンファレンスセミファイナル3試合に全て出場し、レギュラーシーズンではスリーポイントシュート成功率1位となる41.3%を記録した。また、このシーズンの BJ リーグオールスターゲームにも選出された。新潟で2シーズンを過ごした後、金銭トレードにより2010から11シーズンにより、ライジング福岡に戻る。このシーズン、 スリーポイントシュート成功率46.0%で、再び成功率1位のタイトルを獲得した。また2012から13シーズンには、2度目のオールスターゲーム出場を果たした。2013から14シーズン終了後、フリーエージェント権を行使7月に秋田ノーザンハピネッツへの移籍が発表された。秋田は、新潟でのチームメイトであった、長谷川誠が、 ヘッドコーチに新たに就任しており、長谷川が目指す攻撃的なスタイルに、竹野は適合する選手であった。竹野はスターティングメンバーとして試合に出場し続けたが、2015年2月28日、新州ブレイブウォリアーズ戦で、左膝前十字人体断裂の重傷を負い、残る試合の欠場を余儀なくされた。 最終的に2014から15シーズンは35試合出場、1試合平均9.7得点、4.3アシスト、フリースロー成功率93.0%の記録を残した。2015から16シーズン、2016年2月20日の富山グラウジーズ戦で試合に復帰した。この日以降のレギュラーシーズン20試合べてに先発出場し、 一試合平均5.5得点を上げた。秋田はファイナルズに進出し3位に終わったが、3位決定戦で3本の3ポイントを含む15得点を決めた。2016から17シーズン、BJ リーグと NBL が統合し、B リーグとなった、初年度、B2 の西宮ストークスに移籍した。キャプテンに就任し、 2016年10月8日のアースフレンズ東京 Z 戦ではシーズン最多の20得点を挙げた。しかし2017年1月2日の熊本ボルターズ戦で再び左膝前十字人体を断裂してしまった。2019から20シーズンより大阪へベッサのアシスタントコーチを務める。2020年8月から2021年3月まで 天日検索ヘッドコーチの病気療養に伴い、ヘッドコーチ代行を務めた。ありがとうございます。